ドミニク・スモレは、スロベニアの劇作家、作家である。ドミニクとイバナの次男として生まれた。1935年から1939年まで、ブルタチャの学校にいた。高校は、リュブリャーナに通った。1944、45年に解放戦線に参加してから1年間除籍した。ドミニク・スモレは、もうこの時不真面目だった。1944年8月10日、お父さんの自殺に深く気づいた。1947年、卒業して、記者として、ラジオ・リュブリャーナに働き出した。1952年9月、1年間軍隊にいた。1954年4月、ズデン・カプレクという司書と結婚した。二人には二人の子供が生まれた。1957年と1958年の間、リバイジャ57という雑誌の編集局の部員だった。1959年と1960年の間、ガスステーションで働いた。その後、1964年まで、ペルスペクティーバという雑誌の編集者だった。1972年と1976年の間、スロベンスコ・ムラディンスコ・グレダリスの院長で、1980年まで劇作家で、後にドミニク・スモレは自由な作家になった。1984年にスロベニアの国立劇場リュブリャーナの劇作家になった。1986年、スモレの劇、アンティゴネーのため、プレシェーレン賞をもらった。1991年、スモレの友達、ブラネ・イヴァンズの死のためスモレは自分を隔離した。次の年スモレは62歳で死んだ。ドミニク・スモレは戦後時代の批判的な世代の作家だった。社会主義リアリズムの時モダニズムの作品を作った。スモレの作品であるサルトル、カミュ、カフカ、イヴァン・ツァンカルなどの作品に影響した。ドミニク・スモレの小説は繊細な心理小説で実存主義とシュルレアリスムなエレメントがある。スモレは一番大切な作品の戯曲だ。彼の戯曲には、リアリズム、フィクションやグロテスクな状況がある。一番大切な戯曲は、哲学的都市区で書かれたアンティゴネーという戯曲だ。2005年からドミニク・スモレ賞ができた。リスト、ありがとうございます。